石川直弘選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。トクロムリーグ。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうですか？第一印象というか、やってみたっけ、印象として。まあ、やっぱ勝負なんで、そこの部分のこだわりは、みんなそれぞれこだわりを持った中で、選手やってきたんで、もう負けず嫌い、もう僕もそうでしたし、ただその中で の, そのイメージしていたよりも非常に駆け引きがあったなっていう印象ですね。駆け引きというのは相手との間合いの取り合いとかそういう感じですかね。そうですね、もう少しそのサッカーの方がその間合い、距離感っていうのを明らかにちょっとこう離れたところ、近いところで勝負できるんですけど、もうこのフットプロンだと半歩とか、その角度、体の向きとか、そういったものが非常に細かく結果として出てしまう、出させることも自分ではできるし、出ちゃう、逆に相手からそういうものをこう引き出されちゃう、それが一瞬なんで、その一瞬の駆け引きっていうのは非常に勝敗を分けたかなと思います。なるほどですね。今それこそ子どもたちに向けてやってるんですけど、子どもたちがまあ、ちょっと子供たちのルールは違うんですけれど、はい、3本じゃなくて1本で両サイドはドリブル突破っていう形なんですけど、はい、こういうところもトレーニングとしてやるということについてはどう思われます？そうですね、僕の中でその仕掛ける時のサッカーにおいてもそうですし、このフットプロの中でもそうなんですけど、違いは確かにスペースがあるないはあるんですけど、ボールタッチの細かさ、相手をこうどう動かせるか、まあ、サッカーもフットプロも多分一緒だと思うんですけど、アクションをしているのかリアクションをさせているのか、逆に、守備においてもうまくボールを持たせて、守備からするとうまくリアクションをさせたドリブルをさせる、罠にはめる、だその駆け引きの、違いが距離とか角度とかタッチとか、あ、今は自分の前だ、だけどすぐその半歩寄せたら相手の前になっちゃう、そこの細かい部分が非常に多く出るルールかなと思います。その瞬間瞬間で頭をアップデートしていかないと。いや本当そうです、この距離、じゃあ次は自分はその距離じゃなくて一歩遠いところから仕掛けたいから引いてみるとか横に置いてみるとか、でそうすると相手も動くん でそれで動くってことは自分がアクションを起こせてるって、相手がリアクションになってる瞬間にもう一回自分がアクションを起こす、アクションアクションっていう、それがリアクションリアクションになってしまうと多分やられる、だから1回ではなくて2回3回の駆け引きがそこにあって、初めて成立するかなと思いますけど、やっぱやろうとしたけどもいかなくて、やっぱやめた別な選択肢みたいなことが重要ってことですよね。はいはい、結局なんだろうな、自分が仕掛けに行きます、ドリブルで言ったらその取られてしまうっていうのがもしかしたらドリブルの中でも失敗かもしれないですけど、その1回のその成功に導くための駆け引きが非常に多くできる、でそれは守備にも入れて、守備も一回剥がされるかもしれないけど、すぐにやっぱ距離も近いので、もう一回対応する中で自分が、守備の中でもアクションに持っていく、自分が守備のアクション、相手がドリブルのリアクションみたいな、こう攻守の駆け引きというか、非常にこう回転の速いというか、もうあって皆さんきついきついっていうことになって、いやそうなんですよ、だから体もそうですし、結構頭とか判断っていうところの疲労もあるかなっていう、で乳酸も溜まってくるし、でコーンも少なくなってくれば、次じゃあどこにドリブルを持っていったらそのコースを狙いやすくなるかとか、そういったところもやりながらでしたけど、非常になんか疲労もありながらも楽しめたという、はい、感じでしたね。なるほど、ありがとうございます。じゃあですね、はい、ここから実際の試合を見ながら、はい、ここに映ってます、ね、あ、ここに映ってます、試合の模様が、はい、映ってますので、一緒に見ながら、振り返っていただければと思います。じゃあ、まず最初は、永井雄一郎さんと、そうですね、結果的にはチャンピオンですからね、そうですね、との対戦から振り返っていただこうと思うんですけれど、はい、永井選手とは当然現役時代いろいろ対戦したりとか、はい、印象違いました？守備の意識っていうのは、当時ね、永井さんはやっぱ攻撃的な選手なんで、対峙するっていうのはそんななかったですね、僕も攻撃的だったんで、ただ、まあ、体張りますね、守備があっての攻撃だってすげえ、そんなこと現役の時言ってたかなってぐらいめちゃくちゃ守備やるし、間合いがやっぱ人と違いますね、足長いし、リーチ、あと手も、だからそこの深さというかね、深さ、これは対峙して多分初めて、あ、こんなかっていうふうに見ている以上に、はい、ああ、なるほど。で、このシーンです
まあ、僕が、はい、得意とする、そうですね、足が長いんで、はい、結構足でこう来るシーンってあるんですよ。それあの J リーグなんかでもそうなんですけど、だからこそなんか僕はまあドリブルしながらこれ浮かしたら足出してくるなっていう、あれ多分体が来てたらそのまま体でぶつけられちゃうんですけど、やっぱ足長いんで足出せちゃうから、それを利用してって感じでした。そうですね、あそこでもう片足上げちゃったら、はい、もう次の動きに行けないですもんね、はい、うん、でこれはまあもう狙い通り、狙い通りでしたね。ああ、はい、はい、まあ、今度は守備ですね。そうです ね、 ね、思ったより永井さん細かいんですよ、タッチ、はい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 、はい、足長いし、そうですよね、こうやって前に入ろうとするんですけど、行き過ぎず、でも行ったらかわされちゃうから、うんうんうん、ってこの距離を保つのが結構大変でした。ああ、はあ、はあ、永井も縦に速いですからね。そうですよね、はい、ダブルタッチを見せながら右を狙った、右を狙った、これですよね、これは。そしてダブルタッチを見せながら右を狙った、距離がここで空いてしまったのと、うん、次へのその、僕が右から左に重心移動する時の体勢ですよね、はい、やっぱちょっとこう後ろに下がっちゃってる。なるほど、なるほど、はい、ここでこう後ろの体勢ですね。あーはーはー、これで距離空くじゃないですか、はい、でもう永井選手は加速できる状況になってるってことですもんね。作ってるっていう、はい、うんうん、この部分で言えば僕のそのた、まあ、体重移動というか足出しながらもしっかりとその体勢が後ろにこうかかりすぎずに前にかかってるっていうことが、うん、多分このターンの時なんかは特に大事かなっていうところがありましたね、うん、あとはやっぱ予想してたよりも遠くに行ったっていう感じですよね。そうです、やってるとそれを非常に感じるんですよね、遠いっていう感じです、うんうん、まあ、リーチもあるん で、うん、で今の最後抜け出したところも結局あの角度もいいし、うん、その角度ボール運びました、僕がいます、その間に永井さんの体が入ってるんで、はいはいはい、寄せられないんですよ、うん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 、そのあたりの体の入れ方とか角度っていうのは絶妙だったと思います、ね、なるほどですね、うん、これは僕はちょっとまたねやったんですけど、ここもかったですよね、永井さん、この幅があるんですよ。多分永井さんはこっち今みたいに左に1回振った時に、はい、もう体目線的に尚がこっちにずれるだろうなっていうのは多分感覚的にあったと思います。これやっぱ背中向けだったのはもう大失敗。そうですね、大失敗です。これ一番やっちゃいけません。あの試合の中でもあるんですよ、あの、あえて判定早い場合はもうパッとこうそういう選手もいますし、うんうんうん、ただもうそれのやっぱ良くないところは絶対ボールは見れないんで、うんうんうん、その瞬間に狙ってる選手はあ見てないでしょ、じゃあその間に逆行こうってなるんで、もうまさにそうなりましたね。あーまあ、これで今1-1ですよね。そうですね、で僕の中ではこのボールをあんまり動かさずに、うんうんうん、こうちょっと重心移動してるんですけど、これは距離がその分さっきこう抜いて足出してこう抜かれたっていう永井さんの心理があるんで、その距離だけ多分保てればもう今みたいに抜かなくても狙えるだろうなと思って角度だけ調整して狙った感じですね。最初にやっぱ真ん中取れてたのもでかいですしね、両サイドがどっちも狙える状態ですよね、はい、うん、ちょっと見えたらいけるかって思ったんですけど、そうですよね、このあとはこれ問題のシーン、狙ってこれ入れたこれですね。永井さん、まあ、スライディング来そうだなって分かったんですよ、はい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 、で浮かそうと思ったんですよね、だけど思ったよりその距離が近くなっちゃったんで、はあはあはあ、上に狙ってもこう当たっちゃうかなっていうのでもう一回切り返したんですけど、うん、でも現役の時こんなスライディングなんかあの何でしたっけ、スパッツ洗えてましたからね。そうですね。でもこれ今の言ってたら 3-1 でもう勝ちでしたもんね。で、はい、でスライディングまではなんとなく分かったっす、もう来るだろうなスピードと、うん、で浮かそうかなっていうアイディアまではありました、うん、ただ浮かすまで の、 その距離が近すぎたんで、うん、足がに当たっちゃうかなっていうので一回やめたんですよね、うんうん、まあ、勝敗の分かれ目だったかもしれないですこれは。そうですよね、やっぱなんか迫力ありましたしね、はい、これでピリッと締まった感じがありましたね、うん、でまあこうやってやっぱあの角度つけて一回ちょっと右に開いて、両方のスペース行けるようにはしたんですけど、うんうんうん、まあ、永井さんがここまで寄せてくるんで、はい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 、なかなかそのところに入れなかったって感じですね、うんうんうん、
最後の1本はそのターンオーバーとかじゃないと難しいですからね、なかなか。これも、うん、あこれもやっぱ間合いと幅ですよね。先ほどもおっしゃってたように、やっぱボールと相手の間に自分の体が入ってますしね、うん、遠いですよね、やっぱりこれも。で、体も強いんで、うん、寄せたとしても入っていけないんですよ。はい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 、で、寄せすぎると長さ結構パッとターンしたりする、うんうんうん、いろんなことを考えながら守備しなくちゃいけない状況が結構続いたって感じです。これ最後、これ惜しいシーンでしたけど、ここですね。ここでやっぱり石川選手の体の向きですね、はい、まあ、サイドのプレーヤーならではというところなのかわかんないんですけど、うん、やっぱり広い方にお腹を向けると。そうですね、これスクールでもよくこの話するんですけど、はい、やっぱ子供たちは進行方向に向いてしまって、はい、そうするとどうしても視野が、狭くなってしまってっていうことがあるんですけど、うん、やっぱこれはもう遠い意識的にラインを背にするっていうことはやってらっしゃるわけですね。そうですね、意識的に。僕はずっと右サイドでプレーしてたので、うんうんうん、まさにこの今のシーンでもあったように、はい、まあ、自分の背中に、うん、ラインがある状態、はいはいはい、でやっぱまっすぐ向いてしまうと、その狙いとしてそれでチャレンジしてればいいんですけど、うんうんうん、やっぱりこう行くところが限られてしまうというか、うんうんうん、スピード上げた状態でまた横に行っていうのは結構難しいので、はいはいはい、だから、体お腹を、広いスペースに向けながら、ま、うん、っすぐドリブルっていうか、こうボールを触りながら、うん、横走りみたいになるってことですね。なおかつ左足でボールを運ぶ、うん、そうすると相手がどうなるかっていうと、立ち位置変わるんですよ、うんうんうん、例えばゴールが一つだったら、左足でボール持ってる時っていうのは、うん、結構その中を切ってくる、はいはいはい、左足のシュートがあるかもしれない、うん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 、でこれが右足にボール置くと縦経過して縦に来るんですよ。で右足でシュート打っても縦に入ってればコース入るんで、うん、はいはいはい、立ち位置が半歩ぐらい違うんですよね、うんうんうん、でそれを利用して、まあ、このスペースない中ででも自分が左足にボールを触っておいて、うん、で半歩体を出しておく、うんうん、で半歩出るだけで一瞬でその抜き方が変わってくるっていうか、その距離が半歩出るんで、半歩出ればコース狙えますし、これ結果的にはシュート打てなかったんですけど、うんうんうん、まあ、そういう感覚ですね、うん、まあ、狙い通りの仕掛けだったんですけど、まあ、最後は永井さんにこうやってカバーされたって感じです。なるほどですね。ここでも打てたけどってことですよね。そうそうそう、まあ、狙いは狙い通りではありましたけどね。うん、されですね。あー、これね。どうしても、まあ、軽いんですけど、うん、足出します、出します。どうしてもこうなんだろうな。ボールを取りに行くのか、コース切るのかってちょっとこれは中途半端でしたね。しかも股も空いてるし。でも開けさせられた感ってことですよね。あります、そうです、うん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 、だからもっと僕の中ではイメージ的には右足の外からキックシュートしてくるだろうなって思ってたんですよ。はあはあ、でも永井さんは進んでるじゃないですか、うんうんうん、ってことは状況が変わって、うん、もう僕の右足から外からは蹴れない状態になってる、うんうん、だけど僕の感覚の中ではそこに出てくるボールを取ろうと思ってる、うんうん、で進んでいくことで状況が変わってもうコースないんで、僕はそこの判断を切り替えられなかった、うんうん、で永井さんの判断を切り替えてまたにしたっていう、なるほどですね。こういう駆け引きが随所に詰まってるっていう。そうですよね。いや、これだから最後の1本難しくて、まあね、縦側に行きたかったところなんでしょうけどね、やっぱ角度がないところから、まあ、キックが正確もありますし、やっぱ、はい、その駆け引きの妙もあったっていうことですよね、うんうん、まあこれは永井さんを褒めるしかないって感じですか、ね、いやー、本当そうですね。いい勝負できたと思うんですけど、自分の狙いも出せましたし、ただやっぱ永井さんの、そういうドリブルの駆け引きと、あと守備のところですね、やっぱり、うんうんうん、まあ、頑張るっていうのはもちろんそうなんですけど、なんだろうな、永井さんとやってみたら分かるっていう、こう、わー、強えな、入ってけねえなっていう見た目以上に、多分今日、今回参加した選手たちはみんなそう思ったと思います、ね、ああ体強いとか懐入っていけないとか、見た目以上に、ああ、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、